はい、コロナの影響で日本に、流れ着いてから3ヶ月が経過しました。全てですね、コロナによって、個人もオリンピックもそうですし、企業さんも各国も当初の計画とか予定というのがことごとく壊れていった、そんな期間だったんじゃないかなと思います。個人的にもですね、留学の途中で、やむなく切り上げてこざるを得ませんでしたし、自分の計画が壊れた時はちょっとがっかり失望っていう感じな時もありましたけど、でも時間が経過してみたらむしろ良かったなと思えることもたくさんあってですね、もちろんコロナはなかった方がいいわけですけども、自分の計画がなされたとしてもあくまで自分のレベルでですよね。自分の計画ですから。でも思わぬ形で、2ヶ月ホテルにいましたが、その後ですね、知人のつてもありまして、こんな素晴らしい大自然に身を置くことができてですね、ここで寝てるわけではないんですけども、素晴らしい環境で身を置くことができる状況になりまして、これはコロナがなかったら、また自分の計画が壊れなかったら 100% ない、素晴らしい環境、素晴らしい機会ということで、この場所に来ることができたんですね。ここは本当に人と会うっていうことが全くないので、マスクもちょっとしませんし、野山を結構歩き回ったり、山菜を採ったり、野生動物と会ってみたり、そういったこともできるような状況です。これまではですね、旅動画が中心だったんですけれども、ここからはちょっと趣を変えてですね、この大自然の素晴らしさを、また皆さんが結構制限のある環境の中でストレスがたまる状況も多いと思うので、この自然を楽しめる、ちょっとでもリフレッシュできる、そのような動画をお送りしていきたいなと思っております。はい、ということで、これからもよろしくお願いします。